通貨の方、デカルハリ終わって、例の汚し、すす汚れですね。まあ、あえて特にまだ実験的な部分なんで、あえてその動画には撮らなかったですけど、まあこんな感じですね。このような感じになってます。で、これ、クリアのオレンジとブルー使ってるんで、ツヤツヤなんですよ、ツヤツヤ。すす汚れなんで、こんなツヤツヤってことないんで、まあ、いずれこの後全体に、ほんのわずかにツヤのあるツヤ消し、まあ、ツヤ消しですね、ほぼ。それを全体に塗って、で、ここの部分はカサカサのツヤ消しのコートをかけます。で、さすがにそれは、エアブラシ使いますね。で、その前に、細かいものを今作ってるんですけど、まあ作ってるっていうか色を塗ってるんですけど、で爆弾の類ですね。これはエアフィックスで使わない武装を持ってきました。よく主翼の下に吊り下げるのと、これは何ポンドなのかな、何キロ爆弾かな、書いてねえな、どこにも。ちっちゃい爆弾。それから胴体下の250キロ爆弾をもらってきましたね。で、爆弾のこのリンクですか。吊り下げてるやつ。こう引っ掛けてスンと落とすやつ。エアフィックスの方のパーツ折っちゃったんで、不死身のパーツ使います。でね、ちょっと一箇所、胴体下のこのアンテナですね、アンテナ、胴体下のアンテナ映んないかな、映るかな、こっち向きか、このちょっと見にくいですけど棒ですね、棒、奥の方の、キットのパーツやっぱり折れちゃったんで、これ真鍮線で作ったんですけど、ちょっと形間違えてしまって、なんかプレート状のが一番下にちょっとつくんですよ。で、まあこんなつけちゃってハンダ付けもできないんで、アルミテープを使います。まあこんなもんですかね。作業中にバラストですね、バラスト、あれです、翼の下のマスバランス、ポキ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 を折れてきちゃって、やっぱり金属パーツで作り直します。あ、例によって四白線ですね、曲げて、で先端になんか細工します。こっちの先端の方はね、角度つけないんで、こう指でこうしてやってもいいんですけど、根っこの方指でやると角が丸くなっちゃうので、向きが見えねえ、つまんだらば、ピンセットのお尻で、角度をちゃんと確認しながら、まあ厳密な角度ではないんですけどね、あ、ちょっとギュッとやりすぎた。なんかな。という感じで曲げた方がいいでしょう。で、あとはもう小物のパーツの塗装ですね。
見えない。テープ貼るか。あーでも関係ないもんね。でこれ全部塗っちゃうでもまあいいんですけどね。上に塗るブラックグリーンは濃いんで。で今これ筆で塗りながら感じちゃってるんですけど、いや筆塗り面白い。乾く前に塗料乗せちゃうんだよ次ので、それで塗料取れちゃって難儀しちゃうんですけれどもね。そういう部分のコツが分かってくれば筆塗りもいいんじゃないのかなと。慣れだと思いますねやっぱり。で今エアフィックスもやってるじゃないですか。まあサフまで拭いちゃったんですけどね。いやあっちも筆塗りやりたいなって感じつつあります。まあ、今回比較なんで、あっちは筆ではやらないですけど、まあ、今後このサイズの飛行機は多分筆塗りになってきますね、メインは。元々が48の原液も筆でやったのもあるんで、F16 とかと、まあ今作ってるトムキャットはさすがに筆はやんないです。無理です。いや筆置き台買ってこうかな。あ、違う筆置き台じゃねえや、箸置き使おうと思ってたんだ。筆置き台クレオスかな出してるやつ、ちょっと大げさなんで、あれは場所取っちゃうので、箸置きをなんか買ってこようかなと思ってたんだ。あーしまった、今ここね、ここほぼほぼ塗り終わった。まだ若干ムラはあります。まあ当然ですよね、下塗りムラあるんで。でちょっとまた変わったことやります。ところどころね白を点で入れてどうなるのかなと思いまして、かなり薄めた白です。で黄色はねあと2層ぐらい塗ろうかなと思ってるんですよ。縦横で終了かな。でそこで今白をちょっと乗せた状態ですね。小物パーツもねちゃんと例の縦横斜めでかすらせて塗るような塗り方
ょっと思ったんですけど、若干ね、どうなんだろうな、柔らかく塗っちゃうと塗れない部分があまりにも多いんですよ。でちょっと押し付けるように塗っても、ある程度ですよ、塗膜ができていれば取れないんですよね。で押し付けることによって平滑になるのかな、これどうなんだろうな。ただまあ小物パーツだから何とも言えないんですけど、機体の方でもね、多分その塗り方で、だからドライブラシみたいな感じって言ってたじゃないですか、イメージが。あれどっち向きに塗ってたかな、逆だな。ちょっと塗料が筆に含ませる、やっぱり含ませるというか、ここでこう取りますよね。その時の塗料の量が割と重要なのかなという感じがします。でここでさっきのスピンナーの黄色、スピンナーの黄色じゃないんですけど、まあ、さっき白に塗ってから黄色を2回乗せたらほとんど消えちゃったんで、最後の一塗りの前に、これはダークグリーンの方ですね、これをあれ逆か、いいな、回転方向、から、まあ、だからプロペラの一番最初の空気当たるところから、こう今線を。ちょっと入れてやりました、虎模様。ただあんまりね派手にやっても、機体の方がそんなにやれてない塗装なんで、多分これウォッシングすると体色とかが消えてっちゃう可能性があるんですよ。ウォッシングどういう風にしようかな、軽めのウォッシング、多少黒くなるんでね、だいぶブレーキを先行してちょっとウォッシングしてみたんですけど、これですね、かなり黒くなっちゃったんですよ。これは仮面色なんで、あんまりウォッシングは上面色に関しては濃くしていきたくないんですよね。これ最後の一塗り、最後の一塗りと言ったけども、様子を見てもう一塗りするかもしれない。で裏側はまあいいや、もう一塗りしない方がいいですね。わあ、ちょっとでも最後の一塗りが塗料が濃いかな、揮発してるんで、この
れにしときましょう。もう一つちょっとやりたいことがありまして、チョーキングのところをもうちょっと白くします。で、使うのは、パステルですね。チョークパステル、どれで、これでいいか。そうだからちょっと多かったかな。もうちょい黄色も混ぜるか。筆でこすりつけて、なんかいくのかな。側面せいぜいがこの横の上の方だけだな。隠蔽力がある。で、ちょっとやりすぎたなと思ったら練り消しで多分落ちますんで、それで調整はできますよね。伸ばしてやればいいんで。パネルラインは、今パネルラインちょっと載せちゃったんですけど、パネルラインは避けた方がいいです。パネルラインかかったら練り消しで取ってやればいいんで。全体のバランスを見ながら、でこのまんまだと触るたんびに動くんで粉が。これやっぱり上からトップコートを塗ります。トップコートかけてきます。こんな感じですね。こんな感じ。じゃあこれですね、エナメルのカラーでフラットブラウンとフラットブラックを合わせて、あーちょっと黒弱いな、黒が弱い。
ろう、ダメかな、なんか下の方で大丈夫か。フラットブラックが中でゼリー状になってる。なんだこれ、いつ買ったやつだっけ。じゃあ急遽ロイヤルブルーとフラットベース、ロイヤルブルー混ぜてフラットベースで艶を抑えます。赤みを残しておきたいんで、青はあまり入れないです。ベースを これフラットベースじゃない、やばい、あれフラットベースどこやったっけ。こうかな、多分全部使わないから。これよ、まあ、全体にペタ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 と塗っていくだけですね。濃いな、もうちょい薄くするか。ちっちゃいんでね、持つ場所が OK。 うわ、なんか入れ物なかったかな。それでは乾いたので、もう乾燥機で乾かしました。エナメルの薄め液、これを横に用意して掃除していきます。ティッシュペーパーで取っていきます。取り加減ですよね。で、胴体は縦に、翼は前後にっていう方向で、これも人間とか折っちゃわないように、チョーキングやったところはちょっと
だからパネルの中心は強めに一種なんでね。ただ綿棒使ってもいいですし、綿棒。場合によってはハケも使いますよ、ブラシも。こねくり回してると絶対指紋ついてるんで、指紋のチェックもね、しないと。指紋汚れはないですからね。廃油、オイル汚れ、オイル汚れを油絵の具使います、油絵の具のバントアンバーとコバルト、ブルーかな、これはコバルトブルーじゃないよ、ウルトラマリンだよ、ウルトラマリンとバントアンバーに、ペトロールでちょっと出して、乾燥促進剤どうしようかな、シッカチフプランというシッカチフブランという乾燥促進剤、これはね入れすぎるとかえって硬化が遅くなるんですよ。筆にちょっと染ませて2%ぐらいだったかな、確か。なんだっけ。茶色ベース。だから焦げ茶色ぐらいかな。で、実機の写真を見ながら、ただ写真あんまりねないんですけど、汚れるのは意外に汚れてたのは服の下のまあオイルというかグリスだと思うんですけどね、浴下の爆弾引っ掛けるとこと。浴の下のこの丸いパネル点検口かなんか、多分ここはでもできねえな、あとは尾翼の動翼のあれかな、もうあんまりくどくどやってもあれなんで、あとここはどうかな、足のね付け根、多分中からスッと流れ出るようなのがあるんじゃないのかな。
で、あとは主翼のエルロン下のヒンジ付け根で、主翼側ちょっとこれは無理があるのでできないんで、あとエンジン関係、点検の丸いとことか、付け根、ぐらいかな。で、意外に汚れてないのはラジエーター後ろ。まあ水だからね。感じかな。で、これを後ろに引きずるようにスッスッスッと、で、これが一番あの降下が遅いはずです。なので塗ったら触らないように、今塗ったところをスススッと後ろに向かって模様をつけてやるだけですね。